ムタウン。緊急消防援助隊のドラゴンハイパーコマンドユニットさんだ。今回は神奈川県の横浜に会いに行ってみよう。あれ、シャッターが閉まってるっぴ。ドラゴンハイパーコマンドユニットさんはどこだっぴ。やあラッピー、はじめまして。待っていたよ。俺たちが緊急消防援助隊の特殊消火隊、ドラゴンハイパーコマンドユニットだ。はじめまして。2台とも大きくてかっこいいっぴ。ラッピー、悪いんだけど僕たちこれから訓練に出かけなきゃならないんだ。訓練、僕も見てみたいっぴ。その前にラッピー、どんな消防車も出発前にはライトや赤色灯、そしてサイレンなどがちゃんと鳴るかをチェックして出発するんだ。さあ出発するよ。ラッピーは消防訓練センターで待っててね。わかったっぴ。また後でね。俺たちの訓練たっぷりと見ていってくれよ。ラッピー、ここが消防訓練センター。消防隊員の仕事を教えている学校みたいなところなんだ。ラッピー、待たせちゃったかな。改めて自己紹介するね。僕はドラゴンハイパーコマンドユニットの大型放水砲搭載ホース延長車の DH2。 DH2 さんは横幅がだいたい 2.5 メートル、そして長さはだいたい 8.3 メートル。トラックを元にして作られたんだ。遅くなったな。俺もいるぜ。俺はドラゴンハイパーコマンドユニットの大容量送水ポンプ車 DH1 だ。 DH1 さんも DH2 さんと同じ横幅でだいたい 2.5 メートル、そして長さは DH2 さんよりちょっと長い 8.9 メートル。こっちもトラックを元にして作られたんだ。俺たち2台のコンビが緊急消防援助隊のエース、特殊消火隊ドラゴンハイパーコマンドユニットさ。お腹のドラゴンマークがかっこいいね。気がついたかい。このマークは昔の消防隊員が使った道具の名前、流路水の流からイメージしたんだ。そうなんだ。でもどうしてコンビなの。僕たちをよく見てごらん。どこか違うところはないかな。背中にはカメラみたいな装置がついてるけど、 DH1 さんの背中には別のものがついてるね。よくわかったね。装置が違うってことは僕たちはそれぞれ役目が違うのさ。じゃあまずは俺 DH1 の役目から見せてやるぜ。あ、DH1 さんの後ろのシャッターが開いたっぴ。この中には火を消すために必要な大事なものが入っているんだ。何か銀色の箱が出てきたっぴ。ラッピー、これは水を吸い上げる水中ポンプ。今日は DH1 さんの水中ポンプを使った訓練があるんだ。そこで活躍するのが背中についたこのクレーンなんだ。1つ85キロもある水中ポンプを持ち上げるんだ。持ち上げてどうするんだっぴ。これを青いモバイル水槽っていうプールの中に沈めるんだ。水の中に機械を沈めちゃうんだ。このプールには1万5000リットルの水が入っているんだけど、それを高さ23メートルのビルの上まで水中ポンプで吸い上げることができるかを確かめる訓練なんだ。ホースがヘビみたいにくねくねしてるっぴ。
このポンプは海の中に入れて使うこともできるんだ。 DH-1 さんに積んでいる2つの水中ポンプで1分間に1万リットルの水を吸い上げるんだよ。これで驚いてもらっちゃ困るぜ。この水を俺 DH-1 でさらにパワーを加えるとどうなるかを見せるぜ。さあ、解放。ここからは僕 DH-2 の出番さ。うわぁ、僕と同じ色をしたものがたくさんあるっぴ。ラッピー、これはホースだよ。 DH-2 さんは車の中に長さ1キロ分のホースを積んでいるんだ。そんなに積んでるんだ、びっくりだっぴ。解放、解放。うわぁ、DH-2 さんの屋根が開いてく。これは中のホースを出しやすくするために開けているんだ。ちょっとかっこいいだろ。そうしたら中のホースを出してコンビの DH-1 とつなげるんだ。水を出しているときにホースが外れないようしっかりとね。おじちゃん、そうさ、火を消す場所の近くまで走りながらホースをどんどん伸ばしていくんだ。つまり火事が起きた場所の近くに火を消すための水がなくても DH-1 が水を汲んで僕のところまで届けてくれるのさ。火を消す場所に近づいたらホースを切り離して僕の横にある差し込み口にはめるんだ。ここがその差し込み口、受水口って言うんだ。ここにホースを刺せば準備完了。いつでも水が出せるようになったよ。ラッピー見てごらん、 DH-1 さんと DH-2 さんはこんなに離れているんだけど本当に水は届くかな。お願いし。さあ、 DH-1 さんが水を流し出したよ。できたっぴー。さっきのカメラみたいなのから水が勢いよく出てきたっぴー。 DH-1 さんからこんなに離れているのにどんどん勢いが増していくっぴー。ただ勢いがあるだけじゃないよ、普通の消防車の水より遠くまで飛ばせるんだ。試してみるから見ていてね。同じ位置から水を出して飛ぶ距離を比べてみると、本当だ、 DH-2 さんの方が普通の消防車の水より遠くまで届いてるっぴ。だから火の近くまで行けない時にも役立つんだよ。どうしてこんなに違うの？それはね、使っているホースの太さが違うからなんだ。太さは普通のホースとは倍以上も違う150ミリ。すごい水の力でも破れなくて一度にたくさんの水が流せるから遠くに飛ぶんだ。そしてこの大型放水砲も重要なんだ。こうしてまっすぐ発射したり霧みたいな水を出すこともできるのさ。どっちの水を出すかは火事の消し方によって決めるんだって。俺が水を汲んでその水で僕が火を消す。だから2台コンビのドラゴンハイパーコマンドユニットなんだ。そうだったんだ。ドラゴンハイパーコマンドユニットが主に活躍するのは海の近くのコンビナートっていう場所で火事が起きた時なんだ。だからコンビナートの近くの消防署にしかないんだよ。俺たちの仲間は日本に12台ずつしかいないんだぜ。街で僕たちのドラゴンマークを見かけたら応援してね。今日はいろいろ教えてくれてありがとうだっぴ。ゴーゴー乗り物タウン。わかった、それはレッドサラマンダーさんだね。レ
にちは、ラッピー。僕は全地形対応者のレッドサラマンダー。よろしくね。ホースもはしごもついていないけど、何をする消防車さんなの？ラッピー、消防車さんには火を消す車と人を助ける車があるんだけど、レッドサラマンダーさんのお仕事は災害が起きた時すぐ現場に駆けつけて人を助けたり、災害現場に必要なものを運ぶことなんだ。日本に1台しかない珍しい消防車さんなんだよ。でもどこがすごいんだっぴ？ラッピー、最大の特徴はこのクローラーなんだ。レッドサラマンダーさんはこのクローラーのおかげで荒れ地や瓦礫の上、それに段差やぬかるみがあっても進んでいくことができるんだ。しかもこんな水の中でも走ることができるんだよ。水の中も走れるなんてすごいっぴー。さらに車体が前と後ろに分かれているから、大きい体なのに小回りを利かせて走ることもできるんだよ。ちなみにサラマンダーは日本語でサンショウウオ。サンショウウオは陸上と水の中両方で生活することができるんだ。レッドサラマンダーさんも同じように陸上でも水の中でも活躍できるからその名前がついたんだって。そうだったんだ。ラッピー、特別に運転席を案内するよ。本当？楽しみだっぴ。お邪魔します。ほわ。運転席にはハンドルやブレーキの他にサイレンの操作ボタンや周りの人に呼びかけるためのマイクもあるんだ。左へ向かります。全地形対応車、信号機を左へ。すごいっぴ。次は天井を見ててごらん。こんなところが開くの？これは脱出口。全部で3箇所あるんだ。水の中では横のドアを開けられないことがあるから、この脱出口から出入りするんだよ。ラッピー、次は後ろの車両を案内するよ。気になってたんだ。中はどうなってるのかな？うひょー。後ろの車両は6人乗りで、隊員さんや救助した人を乗せることができるんだ。さらに災害現場に向かうときには荷物置き場としても活躍するんだ。救命胴衣や担架などを積んでいくんだよ。ところでどうして愛知県岡崎市にいるんだっぴ？ここ愛知県岡崎市は本州のほぼ真ん中にあって、どこで災害が起きてもすぐに向かうことができるからなんだ。レッドサラマンダーさんは時速50キロで走ることができるんだけど、遠くに行くときには専用の搬送車に乗ったり飛行機に乗ったりして現場に向かうんだ。大変だっぴ。ラッピー、災害現場で働く乗り物は他にもあるから会いに行ってみなよ。うん。土砂を撤去することが仕事なんだ。こんにちは、震災工作者さん。まずは俺の自慢の装備を紹介するぜ。これだ。
なんだか腕みたいなものが出てきたけど、何が始まるんだっけ？どんどん伸びてくよ。まだまだ伸びるぜ。俺はこのアームの先に物をつかむための装置を取り付けて作業するんだ。何がつくのかな。まずこれはスクラップグラップル。コンクリートや木材など大きなものを撤去するときに使うんだ。すごい力持ちだっぴ。次はオレンジグラップルだ。これは6本の大きな爪が特徴で、土砂など細かいものを撤去するときに便利なんだ。まるで手みたいだっぴ。震災工作者さんは持ち上げるものによってアームの先を変えているんだよ。そうなんだ。この他にも車を引っ張るウィンチやレッカーもあるんだぜ。いろんなことができるんだね。ラッピー、俺たちのこと分かってくれたかい？うん、大変なお仕事だけど頑張ってね。ゴーゴー乗り物タウン。ポンプ車さんだよ。やったー、楽しみだっぴ。こんなに朝早く来ても消防士さんも来たばかりじゃないのかな。あ、消防士さんたちが大勢いる。何をしているの？これは大交代って言って、昨日の朝から働いていた消防士さんとこれから働く消防士さんが交代の挨拶をしているんだ。消防士さんたちはいつ火事や災害が起きてもすぐ迎えるように一日交代で働いているんだよ。あれ、僕たちが寝ている間も働いているんだね。おい、火事、大変だっぴ。ラッピー、落ち着いて。俺も訓練なんだ。火事はいつ起こるかわからないから、こうして訓練をして本当に火事が起きた時慌てずスムーズに出場できるようにしているんだよ。訓練なんだ、びっくりしたっぴ。でもみんなキビキビしていてかっこよかったっぴ。おーい、ラッピー。お、誰だっぴ。いやー、よく来たね。僕はポンプ車だよ。ポンプ車さん、こんにちは。ポンプ車さんはどんなことをするの？僕の仕事はポンプを使って水をたくさん出して火を消すことなんだ。ここにホースをつないで水を出すんだよ。ラッピー、訓練が始まったよ。うわ、ホースがどんどん伸びてくよ。このホースは20メートルもあるんだ。長いホースをつなぐことで火のそばまで近づけるんだよ。どこまで水が届くの？勢いよく水を出すからおよそ30メートル、9階くらいの高さまで届くんだ。すごい勢いだね。あのたくさんの水はどこに溜めてあるの？荷台に水を溜められるタンクを積んだポンプ車さんもいるんだよ。でも火事の時にはもっとたくさんの水が必要だから、タンクの水を使って消火している間にこの黒くて長いホースを消火栓につないでその水を使うんだ。消火栓？ラッピーは街でこんな標識を見たことはないかな？おお、見たことあるっぴ。俺はこの標識の下に消火栓があるという印なんだ。どこからお水が取れるか分かるようになっているんだね。ところでポンプ車さんにはどうしてはしごが乗っているの？災害現場で逃げ遅れた人を助けるためにはしごを積んであるんだ。これは三連はしごといっておよそ9メートル、3階くらいの高さまで伸ばすことができるんだよ。ポンプ車さんは火を消すだけじゃなくて人を助けることもできるんだね。ガシャキン、他の消防車さんも見たいっぴ。任せて。
て。まずははしご車。火事など高いところで逃げ遅れた人を助けられるように30メートルもあるはしごがついているんだ。高いところから放水することもできるんだよ。そうなんだ。そしてこれは無人走行放水車、ドラゴンとも呼ばれているんだ。この車は消防士さんたちが近づけないような火災現場で遠くから操作して放水することができるんだ。ラッピー、ポンプ車さんの仲間は他にもいるから会いに行こう。ポンプ車から聞いてるぜ。俺たちはスーパーレンジャー、よろしく。スーパーレンジャーさんは人命救助の時に活躍する消防車なんだ。大きな災害や事故の時に出動して救助活動や消火作業の手伝いをするんだよ。ラッピー、早速俺の自慢の装備を見せてあげるよ。ドアオープン。うわー、いろんなものが入ってるっぴー。機動第一救助工作者さんはどんな災害にも対応できるようにおよそ130種類の装備を積んでいるんだ。ラッピー、手に持っているものを見てごらん。これはインパルス銃って言うんだ。一体どうやって使うんだっぴー。ロケース、サン、圧縮した空気の力で水を噴射して火を消すんだよ。そしてこれはマット型の空気ジャッキ。ラッピー、人形を使った救助訓練でどうやって使うのか見てみよう。あれ、車の下に置いてどうするんだっぴ。おはー、どんどん膨らんでいく。車や物の下敷きになった人を助けるときなどにこのマット型空気ジャッキで物を持ち上げるんだ。最後は俺の出番だな。これは大型ブロワーという送風機なんだ。火災現場で室内に充満した煙を外に出すためのものなんだ。訓練のためにこの建物の中に煙を充満させてあるんだけど、大型ブロワーで室内に風を送ると、わー、煙が出てきたっぴー。室内の映像を見てみるとあっという間に煙が出ていくのがわかるよね。すごいっぴー。消防車さんには仲間がたくさんいるんだね。大変だけどお仕事頑張ってね。乗り物タウン登録してね。ゴーゴー。